本拠地都市、ナショナルアソシエーションとメジャーリーグのナショナルリーグに所属していたフィラデルフィアアスレチックスについて記述する。1860年にジェームズ・ N ・カーンズによってフィラデルフィアにアスレチックベースボールクラブが創設されたのが球団の始まりで、球団の愛称、アスレチックスもクラブ名から一般に定着したものである。1860年代は 実力のあるアマチュアチームとして有名だった。1871年にプロの野球リーグ、ナショナルアソシエーションが発足すると、アスレチックスもプロの球団として加盟し、リーグ初年度に競合だったボストンやシカゴを抑えてリーグ優勝を果たす。2年目以降も高い勝率を誇り、ナショナルアソシエーション5年間の通算勝率は657にもなる。 ナショナルアソシエーションが解散した後、アスレチックスは1876年からナショナルリーグに加盟する。しかしチームは前年までの主力選手だったアンソンやマクブライドがシカゴやボストンに移籍してしまった後で、チームは2割台の勝率しか残せなかった。そのうちチームの財政が苦しくなり、遠征費が出せなくなったアスレチックスは、シーズン終盤のゲームを消化することを拒否。 同じ理由で試合が消化できなかったニューヨーク、ミューチュアルズともども、ナショナルリーグから除名され、チームは消滅した。本球団解散後も、フィラデルフィアアスレチックスを名乗るチームがいくつか誕生したが、これらの球団とは無関係である。1871年以降、ありがとうございます。